やばい、口の色がなさすぎる。夕飯食べました。食べました。カオマンガイを食べました。今日なんかリップどこ行ったんやろ。めっちゃリップの行方が気になる。そう、カオマンガイめっちゃ美味しかった。リコちゃんと、一人で食べた。もうさっきからリップの行方がめっちゃ気になるんやけど。あれ、リップマジでどこ行ったんやろ。あれ、そう、カオマンガイめっちゃ美味しいから食べてみてほしい。食べたことあるか。あ、いや、カオマンガイに急に食べれないのしたら、のせたらもう食べれないです。てかマジでどこにやったのか行方が分からん。もう美味しくて、カオマンガイがめちゃめちゃ美味しかった。パクチーはね、一応食べれるから。カオマンガイって何味、何味やろ。生姜とか結構きついかな。さっきお風呂でカプチーノ歌ってた。めっちゃハマってる。レナちゃんの鍵、そう、カプチーノめっちゃいい。今日味噌汁上手にできた。そう、昨日に作った味噌汁を食べた。食べた。えっ、カラオケ？カラオケ？え、なんで？こんなことってある？あ、イヤホン触ってたからか。カラオケ配信する？どうしよっかな。そう、タレと生姜とニンニクがガツンと、わかる、めっちゃ美味しい。あれ、リンゴさん歌ってほしい。いや、歌ったら多分バンになるんですよね。レノンの配信でキノコ帝国さん再熱した。めっちゃいい、キノコ帝国さん。強烈のカラオケ初めて聞いた。エノも聞いた、エノもいた。
でも今日アリスの配信見ましたよ。見て一瞬星投げてた。アリスめっちゃ歌うまい。あ、待って、さっきからなんで、なんでさっきからこんなさ、アリス歌うまいマジで。そう、リングライト調子悪くない？マイちゃんと一緒、カーテンに同じに見えるけど、え、全然違う。全然違うよね。めっちゃ歌うまい子多いからさ、カラオケ配信マジで気引けるんよな。普通にめっちゃ気引ける。なんか引いた声しか出ないから、カラオケで歌うと。近所迷惑で歌えない。今日の夕飯はチーズハンバーグとか。いいなぁ。でのカオマンガイ食べました。カラオケ配信になるとめっちゃドキドキするんやな、マジで。歌えなくなる。やった。みつきはまだカラオケ配信してない。え、みつきしてほしいな。おー、めっちゃ嬉しいこと言ってくれますね。カラオケ配信いいな。やる前にドキドキするんよな、めっちゃ。あんま歌えんからめっちゃドキドキする。ほんまにドキドキする、あれやる前。どうしようかな。けどね、一曲歌ったら、え、マジで切り抜きが、切り抜き多い、切り抜きなしだったら全然歌えるけど、なんか切り抜きあったらさ、めっちゃ恥ずいんよな普通に。そう、切り抜かないで、マジで、マジで歌だけは、歌だけは切り抜き、切り抜かないで。もうあとはね全然いいから、歌だけは切り抜かないでほしい、マジで。歌だけはマジで無理だな。テロップに書いとけば、誰も切り抜かないよ。違うんですよ、切り抜きがあったんですよ歌の。うわ、切り抜きやと思って、歌だけは切り抜き。そう、歌だけはマジで、そう、歌以外やったらね全然いいんやけど、歌だけは、そう、歌だけはマジでねダメなんですよ本当に。歌はマジでダメなんですよ、歌がガチでダメなんですよ。一番苦手意識がある歌に。歌だけは削除されてたよ。やった。いや、カラオケ配信なんやかんや言って楽しいんですけどね。カラオケ配信は楽しい。一回やるとだいぶ楽しくなってきて、普通に歌える。歌でファン増えそう。増えない、絶対に。歌でファンは絶対に増えない。え、絶対に無理よ。初めて来ました、今日もちょっと戦い。やった。そう、確かに。なんかクリスマス誕生日以外やってないもんな。2回しかしてないんかな。特別感いい。まあどうしようかな。そう、歌だけはな。めっちゃ鼻かゆい。もう花粉終わったのにな。もっとしてるかと思ってた。いや、歌配信は2回しかしたことないな。歌う？歌う？鼻かゆうてか。歌うか。
そうめっちゃね声が出ないからさ歌ったら歌うのマジ声が出ないんですよね。顔がマジで嫌だな歌ってる時のいやマジ切り抜き絶対歌だけはマジ切り抜きなしで歌だけは本当に。そうカラオケ配信のね何歌う？あってか前にその前に花かゆその前に何歌う？でも歌だけはマジ切り抜きなしで本当に歌だけはね何歌おっかな。何を歌おう。アリスを愛して鳥堂アリス何やったっけ国歌ライオンサブリーミナルテロップ書く逆に見に来る人おりそう。いや絶対書かない。いや少数がいい。エロは歌だけは少数がいい。天使はどこへ秘密インシデント。最近覚えた曲天使はどこへ覚えました。やっぱ国歌って言うんだ。え分からん国歌っていうコメントが来てた。最近覚えた曲フラジールシトロン君私君そのフラジールシトロンいける。シトロンへのラップ歌えないえ何がいい何がいい結局何にしよう。歌ってみたいのないないなシトロン PIC あ天使はどこへどこへ歌う。あ人今少ないから天使はどこへ歌う。歌えるかないのむずい。歌えるかないの。え全部裏声になっちゃうけどまあいっか。えマジであの切り抜きなしであのちょっとねご了承ください本当に。あやば。
やばい、耐えてるんかな。どうしよう、カラオケ配信ってみんなどれぐらい歌ってるんやろ。何曲ぐらいみんな歌ってるんやろ。アリスと同じで5曲歌う。じゃあちょっとね、大声出せないからめっちゃなんかね、すごいなんか抜けた声なんやけど、めっちゃ言い訳みたいになってる。何歌おう。じゃあ次何歌おうかな。何歌う。ライオン。どうしよう、私アクセント、チョコメラ、あ、イラつい、 PIC、 PIC、 PIC、シトロンはね、寝る絶対ラップ歌えないんよな。祝祭、青サブ、青春サブリミナ、どうしよう、何にしよう。何にしよう。何にしよう。 PIC、 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 確かに PIC、 どうしよう、 PIC、 イラつい、イラつい PIC、 どうしよう、祝祭、祝祭、祝祭、歌わせていただこうかな。じゃあ歌えるかな。ここか、あれ、あ、こっちか、あれ、めっちゃ揺れてる。歌えるかな、うん、歌えるかな。すごく
緊張する。生きてたこれ。緊張すんな。緊張する。うわ、緊張するな。やばい。シトロン歌おっかな。じゃあ今の髪の長さで後ろくくってあのかっこいい衣装着てほしすぎる。え、あれ着たい。一回着てみたいよね。めっちゃかっこよくない？シトロン、シトロン歌おう。可愛い系の曲聴きたい。じゃあシトロンかな。
ラップマジで歌えない。あそこのラップマジでちょっと歌えないんですよね。うん、ラップ。最高マジで。緊張するな、普通に普通に緊張するな。なんか一回歌ったらノリノリになってくる。一回歌うとノリノリになってくる。いやめっちゃ手がね震えてる。こうなる。ちょっと手震えるわ。
シトロン、ウィーケンでシトロン作りたくなった。そう、チョコメラどう？チョコメラ、チョコメラか、どうしよう。そう、歌う最初にね、一個だけやれば歌えるようになるんですよね。サマチョコ、サマチョコレート、どうしよう。シュキピ、シュキピ歌えるかな。めっちゃ恥ずかしいな。空白の花歌えるかな。僕のヒロイン、僕のヒロイン、僕のヒロイン、いやどうしよう。シュキピ、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 チョコメラどうしよう。シュキピ歌えるかな。めっちゃ恥ずかしい今。歌える、めっちゃキモくなりますよ普通に。君はスパークル、あ、確かにいいね。え、どっちがいい？いい、この顔になるわ普通に。聞きたい。じゃあちょっと顔隠して歌おう。じゃあこれで歌おう、頭だけ。歌えるマジでの、絶対キモくなるけどいい？いやー今日だけやな、これは。待って、ちょっとめっちゃ緊張する普通に。緊張する。ちょっと待って、一回応援して。一回応援して、普通に。ちょっと盛り上げてください。盛り上げてください。行くか。やばいな。お姫様として預かってよ。
すごい。お断りしそう。あーね。頑張ったってきた。かっこいいの挟もう。かっこいいの。手遅れコーション。手遅れ。孤独ライオン。スパークル。ズルズル。え、どれや。どれや。うん、届いたよ、こないだやったまほろば。知らんけど、何や、頭に浮かんだやつ。知らんけど歌えるかな。むずむずいか。歌えるかな。ずるずる。知らんけど気持ち、あの子、カメオ。知らんけど、え、知らんけど歌うか。歌えるかないの。今日もカラオケ配信みたいになってるな。歌えるかな。歌えるかな。あれ、あれ入ってない。あれ入ってない。もしかしてない。ない、入ってない。入ってないな。ダムない。ズルズル。は、歌えるかな。やばい。ずるずる。みんなカラオケしてるの？え、みんな知ってんのかな？手遅れください。カメオ。PIC、プーズンガール。何がいいかな？天使はどこへ歌って。たんだよな、もう今日。しかも今日カメオイラつい。え、何にしようかな。私アクセント、マホロバに聞きたい。ガラス、ガラスってガラス割れ。スパークルに聞きたい。スパークル、PIC、 ガラス。あい、この前知ったんよな。何を、え、何がいい、何がいい。ガラス割れ歌えるかないの。ちょっと歌えるかな。
かないの、ガラス割れ。ワンハーフしかやってないからめっちゃ不安。一回いえちょっと本当にあのご了承ください。2番めっちゃむずいんよ、ガラ割れ。ガラ割れ2番めっちゃむずいんよな、ちょっとご了承ください。本当にある、ある、あった。えちょ本当に2番ご了承ください。2番けど、え、聞いたよな、あのワンハーフの時。わああ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 あ。ここまで。わあああああああ。楽しかった、カバーさせていただいたとき。本当にめっちゃいいですよね、いい曲ですよね、本当に。
今日めっちゃカラオケ配信みたいな、なんか覚えときますね、フル歌えるように。なんかね、カラオケになると歌えなくなる、いきなり。いや、むずいな、向上心めっちゃ向上心。そう、カラオケむずい。今度は何とか星、そう、カラオケでめっちゃ歌えないっていう、なんやろう、あの何やろ、あ、そう、次二人セゾン、二人セゾンも歌えないんですよ、歌おうとしても。ちょっと練習しとく、練習をしとく、マジで。マジでちょっと練習しとくわ。オーダリン、オーダリン、セゾンのダンスめちゃくちゃ見たい。あれね、めっちゃいいよね、楽しそう。不協和音、ちょマジでちょっと次の配信のために練習しとくわ。ライオン PIC、次の気向いた時の、あのねぬがもう歌えると思った時のカラオケ配信、その時にカラオケ配信しよう。私アクセント、次の配信明日とか。明日はね無理なんですよね、明日はちょっと無理なの、手遅れ。ちょっとあの急にやるんで、しかもちょっと見られたくないから、人少ない時にしか多分やらんと思う。トリガー、あのコン、手遅れ。朝5時から始めようかな、じゃあ朝5時から歌う？やばくない？あの子コンプレックス、朝5時に始めるかもしれない。サングラスしてカラオケ？やばいな。朝は得意な曲ないんですよ。得意な曲はないんですよね。ガッツだぜ。オフィシャルニット、姉さんじゃダメですか？歌えない、カラオケになるとマジで歌えなくなる多分。何にしよっかな、サマチョコ、カブラシナリゴさんの曲、多分歌ったらバンされる。ヘルバーンされる、待つはバーンされるな。え、どうしよう、え、ちょっと「スパークル」「スパークル」「スパークル」J-POP な感じも聞いてみたい。 J-POP 多分ね、アイドルさん以外の曲歌えないんかな多分。マホロバも聞きたい。何歌おうかな、じゃあ
ん、何がいい？ファミマの曲歌。ファミマって何やったっけ？こんなに来ても盛り上がれる。何にしよう。天使はどこへ聞けなかったから聞きたい。どうしよう。じゃあ後でどうか。何にしよう。じゃあスパークル歌う。スパークル歌えるかな。マジで本当に緊張する。この瞬間が一番。今日めっちゃ歌ってるな。Hit up
今日もうカラオケ配信やん。1時間経ってる、早っ。ノー切り抜きで、ノー切り抜きでお願いします。やった、パチパチ拍手をもらえてる。確かに初めてこんな歌ったかも。緊張するな。めっちゃ緊張する。途中から来たけど、どういう気味でカラオケ配信になったの？なんか最初イヤホン触っててカラオケ配信するってなった。菅波さんがズルズル歌ってる。ズルズル、確かに。串でオフィシャルニット演奏してる、すごいな。拍手しすぎて指紋なくなった。拍手で指紋なくなるん、天才かよ。いや、ズルズル、うん、串でやってんのか。どうしよう、人からの場所変わっただけと思えば。人に見られて歌うのめっちゃ恥ずいタイプなんですよ。人の前で歌えない。何歌おっかな。何歌おう。ライブの時めっちゃうまいのに。嘘やん、やった。最近定期的にカラオケしてくれて嬉しい。3回目かな、分からん。きなんか気分高まってた時 時にしかやらないかもしれない。どうしよう。何歌おう。 何がいい。見る、何どうしよう。もう好きって言えなかった。気が向いた時に歌ってくれる。天使は逆にズルズル。東京シャンデー選んでも東京シャンデー選んでも丸の内サディスティック歌ったらええの番やからな多分。何歌おうかな。フラジル、これってフラジリ、フラジル、自由へ道で。これってさ、歌ったらどうなるんやろうな。番なるんかな。フラジル、フラジル、じゃあフラジル。絶対怒られるもん歌ったら。フラジルはね、歌い慣れてるから。これは歌える。どこか孤独な君へ私
はそう言うけど夢見てられる環境なんて平等じゃない。限られたこの気分握りしめ振り絞る君を私は見てる。君が力だまだやれるって証明するんだ。ほら笑果てフラジル今僕だけでしょフラジルね。君だけに聞いてほしいこれは二人の歌。走り出そうフラジルその一歩が今シャイニー。泣いてたことは秘密だね。二人のため空が青い。これが歌えたんでは。歌えたんでは。どう歌えたよ、歌えましたよね。さすがに良かった良かったです。良かった。いいめちゃめちゃに緊張。歌い慣れてる感ある。歌い慣れてる感ある。さすがに歌い慣れてる。レモンさん高い音も聞ける。裏声を使ったらまだいける。裏声を使ったらまだいける。マジでまだまだいけるだけ。まだいける。まだいけるでしょうなんよ。マジでまだいけるでしょう。っていうかまだスイート16も入ってなかった。菅波さんがフラジール歌ってくれださってる。ありがとうございます。やった歌ってくださってる。すごく嬉しい。そうニア順まだ3曲しか入ってないね、多分スイート16も入ってないからまだまだかな入んのが。多分まだ多分入らない気がする。すごい。そうアンサーアンサーネルの歌なんかでアンサー返せない。ムミさん歌う歌うか。ずっと言う返せない返せない返せない。無理無理無理。そんなおこがましいおこがましい。めちゃめちゃにマホロバマホルバか。めちゃめちゃにオフィシャルニットさマホルバウルトラレアキッス。どうしよう。あすごいな。マホルバけど歌ってないよな。マホルバ歌うか。ウルトラレアキッスのあの可愛いですよね。緊張するな。さあ何が来るか。さあ何が来るか。星座になれない孤独な星
てた漫画を読んでもそれすら言えない弱気な星、君の幸せは近くにある、私じゃない、誰かとの明るい虹、もしかしてそうだ、ぐるぐる考える、一人の夜、星は作られ、切なさで夜が光る、好きだよなんて言えない、アスタリスク、誰にも気づかれないように、そうだこの恋魔法はアスタリスク、手のひらサイズの小さな恋、この恋めっちゃノリノリ、めっちゃノリノリ、今日もなんかカラオケ配信やん、すごい、もうファンになりかけてる。確かにめっちゃ歌ってるな今日、初めてじゃないこんな歌ったの。普通に初めてこんなに歌った、もう当分ないかも、もう当分ないかもしれない、これは。当分ないかも知れないな。いや、飛ぶないかも。本当になんか緊張する、めっちゃなんか。めっちゃ今日はレアですね。次ね、次。ガチャガチャ回してウルトラレアだ、はいはい、何歌おうかな、あともう2曲ぐらいで終わろうかな。何を歌おうかな。いや本当にね、でもさ、あの聞いてるのにカラオケで歌えない曲が多いから、ちょっとね出直してこよう。
出直そう。ライオン、ライオン歌う。チョコメラ。いらないツインテール。何歌うかな。何歌うかな。何歌うか。ライオン。え、ちょっとね、あの次までにね、モルヒネ歌えないよ。バンされるわ。イラつい。空白の花は歌ってないな。チョコメラやばすぎるやろ。どうやって融合する。モルヒネいいよね。モルヒネ歌ったら多分、のもうバン。え、これさ、歌ったらマジどうなんの。でもオフィシャル歌うの出直してくる。それはさすがにね、欅坂さんとかの曲も出直してくる。バンみたいな。椎名林檎さんの歌ってさ、かけた瞬間バンなんかな、これ。かけた瞬間バンなんかな。ちなみに舞ちゃんはバンを歌ってる。バンされた今って。いや、20%になってたな。バンされてもみたいなやつだったっけ。欅さんの曲とかもう出直してきます。あの、カラオケで完璧に歌えるようになってから。ライオン歌うか。ライオン歌って最後なんかしっとり系の曲で締める。はそこで奇跡かすんで楽かとだ。それじゃ届かない。魂で叫べ。そこで立ち止まっとったの。誰も助けてくれへんで。自分で立ち上がって、そっから綺麗な花探しや。での時先に一人苦しんで去った。銀の芝は金色って思んないな。自分で掴んだロリーは気持ちのいいものでしょう。裏切りも共感も探し立ってない。超孤独くらいは結果は君だけで決めて。ファンファルは君なら引きも強がりも好きにすればいいよ。かっこよすぎだってば。勝者は君。私に誓えた俺だって進むって論理です。群れをなしても何にもなれなかった。そうでしょう。恥ずかしくないよ。魂で叫べ。他人の名言に感動しとっても何も変わらんとよ。そこで何しとうと。頂上で
待とうよ。もしも飛ぶアンバランス症もない、やめときなよ、いらないでそんな前は邪魔っちゃけど、空から降ってくる甘い声全てを払いのけろ、湯畑も卒業も排除してゆけ、超防災巨雷を君はその爪を研いで勝つ感覚に植えろ、野生の動物は希望を吹き噛みつく、今こそ戦え、勝者は君。全てを壊そう、掌握根源でから、セリフなんでそんなに全部うまいの、うまい。今度の対バンかなんかがあれば、ん、今度って何あるっけ、ないのか、当分ないわ。次なんかあれば絶対に言えるわ。次はおもんないなを、あの乾いた笑いバージョンでやりたい。あるか、乾いた笑いバージョンでやってみたい。自分の中で決めてるやつの乾いたやばい笑いバージョン。20回とスペシャルライブで1回やったから、あの笑いバージョンをやってみたい。あれがめっちゃやりたいの。そう、関西版オーリー、関西版アオリーはね、ちょっとね、あのバージョンでしかできないなって思いました。すごい、いきなり、いきなりさ、多分許可が、多分ニヤジュイ会とかやったから許可出た気がするけれども、あの割楽しかったな。ちょっとえ、あれ結構ね、結構ね、あの、あ、始まる前に決まって、なんかあのめっちゃね、ふざけて関西版なんか煽り、なんかいつもと違う感じのやつしていいですかって言って、あ、いいよって言われたから、あのマジ即興で決めた。っていうやつ、そう、即興で煽りを、いつかね、いつかやるよ。最近のライオン前の煽りも好き。ああ、
そう、フリースタイルアワリだ、フリースタイルダンジョンみたい。それも最近のあのね、ライオン前のあおりがね好きで、けど一発目がさ、あのそう椎名林檎さんのライブ行った後ですっごいテンション上がってて、でねすっごいテンション上がってて、そうめっちゃ影響されてテンション上がって、あのなんかいつもよりマジでテンションぶっちぎって上がってしまって、あのお前ら準備いいかって言ったら、まさかめっちゃもうほぼ記憶ないみたいな、めっちゃお前ら準備いいかみたいなんだって、なんかどこぞの確実にやりすぎた煽りになったっていう。そう椎名林檎さんのライブの後はマジで、そう影響されすぎやろって感じの影響のされ方したから、そうなんやな。では最後歌おう。え、何歌っかな、何歌っかな。何歌おうかな、何やろ。何で締めようかな。スパークル、キモい、さっき歌ったんですよね。昨日歌ったって言うそうになった。しっとり系ってなんだ。確かにしっとり系って何やろ。え、しっとり系って何？バラード、バラード、バラード、しっとり系って何？自分で言ったけど、何やしっとり系って自分で言ったけど、あんま分かってないのにさ、しっとり系とか言ってた。空白の花、あー空白の花、誰かな、ビニール、歌ったらバンですね、あのコン、常にズルズル、ハニカミショート、あのコン、夏祭り恋した、あのコン、あの子コンプレックス多いんかな、あの子コンプレックス、夏祭り恋したカラオケないんや、ないんや。じゃあ、あの子コンプレックスを歌わせていただこうかな、歌わせていただきます。ないんや。このあるやつとないやつの違いって何なんですかね。ほんまやない、ほんまやない、確かにない、ないわ。確かにないですね。ちょっと本当にラストです。歌えるかな、本当に汚れた雨に変わってた、決断したようで。
進んでも進んでもいい、それでも恋はしてゆくから、色づいた雪じゃ愛されない、真っ白に戻して今日も欠けた月を満たすように、優しくあの子に触れているのでしょうか、愛なんてもういらないよ、そばにいさせてこの海の中、やばい緊張する、普通にこれって充電できてるかな、できてる、めっちゃ緊張する、めちゃめちゃに緊張した、緊張する、本当に緊張する、この瞬間めっちゃ緊張する、シンプルに。次はねちょっと歌えるように出直してきます。カラオケになるとなんか音程とか全部飛ぶ。めっちゃ飛ぶんですよね。次はね欅坂さんとか歌えるように頑張りますね。オフィシャルニット歌すごい、オフスさん、マジ歌えるように出直してくるね。そう、欅坂さんとか歌えるように出直してきます。マジでね歌えないんですよね。次の配信ではなんかね知ってるっていうか聞いてるけど、いざ歌おうと思ったら歌えないっていうのが多いから、あの欅さんとかやったらなんかあの二人セゾンとかめっちゃ好きなんですよ。歌えないんですよけど歌えないんですよね。ちょうど10曲歌った、倍歌ってる最初の。スペラ確かにめっちゃ歌ってるやん。そうマジでの本当に歌えないから、歌えない曲が多すぎるから、そう歌えない曲が多すぎるんで出直してきます。出直します、普通に。あ、10時までやろう。じゃあえマジで充電もないから、そう出なし配信いつになるか分からんけど、っていうか今日さ、ええの結構毎日配信してんな今。今めっちゃ毎日配信してんな、すごい。なんか5月めっちゃ配信してる気がする。なんかアカペラとかでも椎名林檎さんとかそっち系の曲はあかんのかな、あかんかね。ここ1週間がすごい、確かにここ1週間めっちゃしてる気がする。5月もう5回目、今5月何日 ?11。すごい。ハナート程度だったらいいん？スター帰ろう。いいんか。少し私の成長を待って、
あなたを夢中にさせたくて、もがく私を可愛がってね。あれめっちゃ好き。今度会う時は、え、これねえ、スリルですよね。これギャンブルと同じかな。最悪なこと言ったな今。滑り台もいいよな、あれも好き。どこからか漂う美味しそうな匂いが好き。逃れらんないの痛いだら最後よ。いやマジで、めっちゃいいんですよね。あと何やろ、滑り台は最高だな。依存症な、めっちゃいい、わかる、めっちゃわかる。あの夜遊びのアイドル、あれか、夜遊びさんの誰もが目を奪われてくみたいな、君を愛を泣いてないだどん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 、一番星のだだ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 だ、誰も彼もトリックにしていくみたいな、なんかこんなんじゃなかった、音が。うわでもそれはドド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 ンドンドドンみたいなやつだった。なんかめっちゃ TikTok で一番面白いですね。これ名前誰かが、リコちゃんが誰かが踊ってた気がする。なんかつんてるぜ、その瞳が、その言葉が、嘘でもそれはなんか、ドド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 ンドンドドンみたいなやった気がするな。ニヤジュー TikTok 見てみたい。ないか、なんか踊ってた気がするな、みんなの前で。で動画撮ってたな。踊ってみたとかね。自由道連れが大好きです僕。わかる、わかる。あれなんだっけ、ダン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 、早く命この牛みは、まっしぐら世界の真ん中が見たい、Make me a wonder、 カオスとコスモスの間で待ってるよみたいな。何だっけこれ、自由見せるかこれ、あれ、あ、そう、試された今だけは大人にも子供にもなれる、けど別にこれぐらいならいいですよね。全曲歌ってないから、歌ってないからいいかな。あれけど歌、鼻歌はいいんか。バンスルスルを狙われる最強のギャンブラーや、かけ狂いや。まあ、ルールには反してないですよね。もう反することしてないです。さすがに、さすがにそんな反することしないですよ。はじめまして。はじめまして。トミーがその言葉が嘘でもそれは完全な、はい。怒られるだけだからね。怒られたらやばいやろ。
怖いな、怒られるの得意じゃないんですよ、慣れてないんですよね。懐かしいアニソンとかに歌ってるから大丈夫。あのカラオケで歌わなければいいってことかな。確かに。でもなんか前カラオケ行った時にあの持ってきセーラー服とか歌ったな。曖昧させち。あのあそこ好きなんですよね。なんか出る、え、なんだっけ、なんか出る、なんだる、愛してる、あれ一個が違ってるんるんとかめっちゃ好き。だらだらだ。だん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 、Let's get jelly by だんだん空、Look up sensation。最後に笑っちゃうのは私のはず。セーラー服だからです結論や。いやめっちゃいいですよね。あの窓まぎ、なんだっけ、シトラスやったっけあれって。この歌になりたかった、めっちゃわかる。あのあれあれ好き。普段聴いてる曲とかアーティストさん教えてほしいです。もう絶対に椎名林檎さんとキングヌーさん、あとバンプオブチキンさん、あと普段聴いてる曲か、最近聴いてるのはとニルヴァーナさんとかピストルズさんとかゴリラズさんとか、そっち系聴いてるかな。あとベックさんとか、なんかあレッチリさんとか歌結構何でも聞くんです。あと何だろう聞く。ちゃんみなさんとか。あと誰だろう。ああとあのテンダシオンさんとか。も好き。ええぐちさん好き。えぐちさん好き。あのちゃんみなさんのライブに永一さんがあの美人やったっけなかなんかで、ちゃんみなさんめっちゃ好きですよ。あの昔めっちゃさ、なんか小学校ぐらいの時に未成年めっちゃ流行らなかった、未成年って曲マジ美人二人で歌ってすごかったな。あれ女はみんな正気じゃないって言ってた。ルカディスのやつ、レノンの小学生、未成年がめっちゃ流行った気がする。小学生多分、未成年ってどんなやったっけ、いけないんだいけないんだよあんたらだだだだだの未成年みたいなやつ、あんたは私にはなれないみたいな、病院行ってみてもらえない、病名は多分老化だろうなみたいなやつ。みんなこっちを見て How do you や、 How do you 君いくつ、 How do you、 How do you ねいくつのやつ、いけないだいけないんだ先生に言っちゃおうや。あ夏夏いめっちゃ夏い夏い。そううんたぶんね05やったっけ、 N と同じ年ぐらいの子は全員多分流行ってる気がするんよな。年近い人流行ってる気が、流行ってたな。めっちゃ好きなんですよね、家で一生流してる
そう、ほら流行った、ほら全国共通よこれ。あとあれが好き、あれも流行ってたな、本当に言葉出てこないな。そう、そうそうそう、ゼロ五とかは流行ってた気がする。いい、何だっけ、いやもう本当に Aichさんかっこいいよね。何しか勝たんから、なんやなんや、あと何、あと8分。洗脳めっちゃ分かる、ちょっと待って、分かる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 、やばいやばいやばい、分かる、めっちゃ分かる。前例がないのは怖いかい、なるお手本になりなさい、やばい、あれ怖がったままでどうすんだ、あの彼女を助けなさい、めっちゃかっこよくない、いや本当に美人いいよね。ビッグバンさんめっちゃ入ってたね、大好きだった、わかるわかるわ、めちゃめちゃにわかる、あの覚えてたの、あのクレヨンっていうのを、クレヨンってわかります？っていう曲があるんですよ、クレヨン、あれのね、出てこないな、やばい、あ、そう、あれの日本語バージョンが多分ないんですよ、けれどあの韓国バージョンを聞きすぎて覚えてカラオケで歌ってた。レノン K-POP めっちゃ好きですよ、レノン K-POP 大好きです、レノン K-POP 大好きです、レノン K-POP 大好きですよ、めっちゃね、あのレトベルさん流行ってたな、流行ってた、確かにめっちゃ流行ってた、ピタカゲ、今夜はピタ影ほとけよどせ俺は一人がお似合いさ、もう終わったからの慰めはやめてくれ、今夜はピタ影、歌えるよ全部椿さん、知ってるよ当たり前に、これ椿さんで合ってるよね読み方、多分知ってるよ、そこら辺全部知ってるよ、えの春春春春春、あの空、やばい、最高に夏いんやけど、やば、夏すぎる、俺がひどすぎた夜の本当に別れるとは思わず、何やったっけこれ、バッドボーイやったっけ、めっちゃわかる、これなんて読むんやったっけこれ、もうねその辺は全部網羅してるな。ロンギネスってどんなんやったっけ、待ってどんなんやったっけ、もうね最近さ、リーズナブル、歌える歌える、リーズナブルな完成度プラス去年会社の忘年会のカラオケでピタカゲ合唱した、合唱わかる、めっちゃわかる、わかる、もう本当にねいいですよね最高に、富士急最高サングラスある、あるある、しまってる、ジンドックさんも知ってるよ本当に、結構ねヒップホップ好きでめっちゃ聴くんですよ、けどなんか最近は海外の方のヒップホップ
のアーティストさんめっちゃ聞いてる。同世代がレノへついてきてない。嘘、めっちゃ世代じゃない。とりあえず椎名林檎さん聞いといてください。本当に聞いてください。本当にいいんで聞いてください。本当にもうね、何でもいいので。ビッグバンからの熱すぎるな。最高です。シャカボードさん最高です。富士急行くとサングラス買ってます。でも富士急最高のこの青、青やったっけ、青のやつ持ってる今ね、押し入れに、押し入れ違う、クローゼットに刺し、あのあれに、あれに刺してある、あのウィッグのさ人形に刺してある、あれにかぶせてる。マジごめんの一言呼べず、最後まで俺の悪い性格。そう、マネキン家にいるよ。あ、10時まであと3分、やばいな。え、この後聞こう。ちょっとなんか気分がすごい夏。え、なんかさ、けどそれで夏いって思うってことは確かにまだ18やわ。壇上表も13位、ワンタンさんありがとう。12位、タッキーさんありがとう。11位みゆちゃんありがとう。10位、せびれちゃんありがとう。9位、こんぶちゃんありがとう。8位、りゅうくんありがとう。7位、ぽんたろうありがとう。6位、かずきさんありがとう。5位、みよぽんありがとう。4位、ザンヌさんありがとう。3位、つっちゃんありがとう。2位、ゆりらんありがとう。1位、おわたやさんありがとう。ありがとう、本当に。お、こちらこそ幸せいっぱい、ありがとう。もう次までには、次までにはね、ビッグラブビッグラブ、次までにはね、あの、なんだき、そう、欅さんとかもちょっと歌えるようにね、予習してきますね。イヤホン持ってくれてありがとう。確かに、ご一緒にニットさん、ニットさんじゃない、見て待ってます。ちょっと予習しときますわ。うん、歌える曲を増やしとく。じゃあ、ありがとう。待って、これ、あ、配信セットずっと書いてなかった、やばい。聞こえてたかな、ちゃんと声。じゃあ、ありがとう、お疲れ様、バイバイ。ふう。